ただたけこう、田田李俊信像は、大韓民国、ソウル特別市の光家門広場にある、李春ゅの銅像。製作者は、キムセジュン。高さは6.3メートル、重さは8トン。光家門広場の光景。ただたけこう、李俊信像は、清掃大王像を光家門と挟む形で立つ。画像左の建物は、清掃文化会館。なお、画像中央は、 聖画大日本統治時代、日本によって太平路が拡張された。独立後の牧世紀大統領時代、拡張された道を復元しようという意見が出されたが、実行には莫大な費用が予想されたため、代わりに、清掃時に日本が最も恐れる人物の銅像を置くことに決まった。それが文読、慶長の役において活躍した朝鮮側の英雄、李春慎将軍であった。 当時の韓国は物資不足で薬莢、新中食器、くず鉄までも動員されたが、それでも何度も製作がストップした。除幕式は1968年4月27日に行われた。この除幕直後から、剣を右手に握っている様はあたかも降伏する姿のようだ。握っている剣は日本刀、着ている鎧は中国式ではないかといった批判が続出し、 1970年代後半には再制作が決定されたが、1979年の10.26事件こと、牧世紀暗殺事件などでうやむやになった。1994年、時の韓国政府は、道の名前に合う銅像を置くとして、清掃寺に置かれていた、忠武た竹工像構造を、忠武寺に移転し、代わって、清掃寺に、清掃の像を新設することを検討した。 しかし、タダタケ構造はすでに清掃寺の象徴になっているとして、ソウル市が反対した。時は、流れて2006年12月、クレヨ君ソウル市長が、光花門復元計画を発表した。これは、当初の位置とは違う場所に復元された、慶福宮の正門、光花門を、本来の位置で再復元する計画である。これに合わせて、清掃時と太平路を統合して、 清掃王子とし、その一部を閉鎖して、光家門広場として公園化することとなった。すべての国にはその国の歴史性を見せてくれる象徴物があるが持論である、クレヨ君ソウル市長は、元からあったただた公、李春心像を残しつつその付近に清掃大王像を追加する形で、光家門広場を造成することによって、韓国市において最も尊敬される清掃と、 立春心の歴史的物語が描かれた国家代表広場を創出することを試みた。パリのシャンゼリーゼやアシントンのナショナルモールのように国ごとにアイデンティティを感じる空間を広場という形態にして作り上げた。しかし、韓国にはそんな空間がなかった。クレヨ君ソウル市長。二千九年七月十九日、光貨門広場にて二千十九年一月十一日、 ソウル市は、光家門広場を拡張するための、光家門広場国際設計公募店の当選策を発表した。当選策によると、田田公、工、立春新造は、清掃大王像と共に、他の場所に移転されることになる。しかし、設計図への批判が相次いだために、僕現準ソウル市長は2019年末まで、最終決定を先延ばしする意向を示した。なお、 審査委員は、拡張案を選びつつも、李俊新将軍の銅像は、歴史性があるためそのまま維持するのが良いと語っている。ありがとうございます。